皆さんこんにちは。今回は特にミニバン乗りの方にとっては非常に気になるガジェットということで、こちらマックスインから新しく発売されました、こちらが取説になるんですけれども、 13.3 インチのフリップダウンモニター FLD の1333、こちらのご紹介を本日はこのモアボクシー90系に取り付けた事例でご紹介をするとともに、こちら、まあ私の車初期受注のモアボクシーなんですけれども、このようにこの14インチのフリップダウンモニターを私自身は使用してつけているんですけれども、まあこれとの比較の観点で今回ご紹介しようと思います。で、このフリップダウンモニターなんですけれども、ご存知の方も多いと思うんですが、こちら。製造メーカーがデンソー10っていうところの会社になっていて、海外になるわけなんですけれども、ここの工場がなんか破綻したようです。で、フィリピンなんで、フィリピンのこの工場で作れなくなってしまって、初期受注ということでの、このフリップダウンモニター自体がもう手に入らなくなってしまっていると。で、アルファードの40系になりますと、見た目はこれと変わらないんですけれども、これよりもダウンサイジングしていて、確か13インチぐらいだったと思うんですけれども、そのモニターが今付けられるようになっているという状態で、この初期受注の14インチのフリップダウンモニター、値段が今手に入らないということで値段が高騰しておって、15万円ぐらいの価格帯になっているというものになっているんですが、まあこれとの比較の観点で、今回こちらのマークスインのフリップダウンモニターのレビューをしていきたいなと思います。で、まずですね、使わせていただいてすごく思ったのは、このフリップダウンモニター当たり前なんですけれども、このメインのオーディオとどれだけ同期ができるかによって使い勝手っていうのが変わってくるっていうところがあるんじゃないかなと思いました。どういうことかと言いますと、この純正のディスプレイオーディオ、今現状私使ってるわけなんですけれども、このディスプレイオーディオに合わせて使うんだったら、やはり純正のフリップダウンモニターがいいっていうことなんですけれども、例えば5年とか10年とか経ってる車で、このもうオーディオ自体が使えないと、古いということで、社外品に変えたと。っていうことなのであれば、この社外のフリップダウンモニターっていうのが非常に使いやすくなるということになります。なので、機能としてのこの連携かかっていく上で、まあ使っていくことによって非常に使いやすい使いやすくないっていうところが大きく出てきたりもするんですけれども、まあその辺についてもですね、ご紹介をしていくんですが、結論といたしましては、この90系のノアボクシーで使うという場合においては、やっぱり純正品の方がいいよねと。ただ、これはこれで、また純正品のフリップダウンモニターと違った機能性っていうのを兼ね備えておりますので、まあ、そこをご紹介していければなと思います。で、まず一番気になるところとしては、取り付けです。そこ簡単にご紹介していこうと思います。まず、取り付けの例をご紹介しようと思います。まあ、純正のフリップダウンモニターをつけていて、社外をつけるってことは、今現状ではないとは思います。ただ5年とか10年とか経ってきた時に、オーディオが古くなってきた時に、取り付けをされるという方もいらっしゃると思うので、ご紹介をしておくと、付属のブラケットが付いているので、それを取り付けします。で、今、写真の方を上げてるんですけれども、そのままでは付かないので、穴開け加工が必要になります。ただ、4つの穴開け加工、純正のブラケットに合わせて穴を開けてあげれば付きますので、で、その状態で、この付属のネジがこれ5本入ってるんですけれど、これだけだと付けられません。正直言って。なんでかっていうと、この高さがあるからなんで、これ短すぎちゃうっていうのがあります。なので、Amazon で買ったんですけれども、こちら。これもうちょっとごついのがあるといいんですけれど、これしかちょっと手に入らなかったので、今回これ使ってるんですけれども、これを、まあ、このように延長して取り付けてあげると。で、ブラケットにこう刺していくっていう形になります。で、4つ、これをつけてあげて、あとはもう穴位置は決まってますので、そのままポンって上に押さえたままネジで止めてあげれば、このような形でついてくれます。で、これつけるときに、やはりガチッとつけれるのかどうかっていうところもすごく気になるところだと思います。で、純正のいいなって思った点っていうのはやっぱりガチッとつけれる。専用品になってますから、やっぱり
しっかりと取り付けができる、剛性を保った上でしっかりとつけれる。で、社外品の気になる点というのは、やはりこう剛性を確保した上でちゃんと取り付けられるのかっていうところになると思うんですけれども、今のやり方でしたらもう全然特にこうグラグラするようなことっていうのはなく、しっかりと取り付けができているということを皆様にお伝えすることができるかなと思います。あと配線自体もこれ今回レヒューで使ってるので、配線今こちらの方にも出てるんですけれども、配線自体はルーフライニングの中を通していただくということと、もう一つはこちらにぶら下がってるんですが、この HDMI のケーブル自体も1と2と2系統ありますので、1系統目はこの裏から通していきます。で、ここから通していってオーディオ系、フロントのオーディオ系に、まあ、繋いでいくっていうことになります。まあ、延長のケーブルを買う必要はあるんですけれども、後ろに映し出すっていうことっていうのはできるということになります。そこも後ほどご紹介はしていきたいなと思います。あとはこちらに伸びているこのケーブルっていうのは RCA の出力、それから映像の出力入力、それから電源ケーブルと、またスライドドアを開けた時の照明になっております。で、今回私自身はスライドドアの開けた時にこう照明は光らないようにはしてありまして、これもまた使い方、こういう使い方があるんだよっていうことを後ほどご紹介をしていきたいなと思います。で、次に設置例ということで私の事例でご紹介をします。で、このように開けます。そうしますとマックスインという画面が出てきて、で、このようにこれ USB 自体も見れるようになってるので、今これ USB のモードなんですけど、ここを押していただくことによってこのように DVD、HDMI 1、2、AV 1、USB、SD ということで入力源設定ができると。で、例えばまあ HDMI にしたいということなのであれば、1にしたいということなのであれば、まあ1を選択するということができます。で、これ今 HDMI 繋ごうと思うんですけれど、今これ信号なしの状態になっているので、今デモの状態なんデモということでご紹介していくんですけれど、で、例えばこれ HDMI に、そうしますとこのようにテレビを見たりするということもできます。1が裏側の配線、2というのがもう一つあるんですけど、このカバーの裏にあります。この中にもう一つありまして、ここにポートが3つあります。一つが USB で、もう一つは HDMI で SD ということで、こう3つのポートがここでも差し込めるようになっています。で、裏から出てるのは HDMI 2になります。で、こちらが HDMI 1で USB で、こちらが SD ということになっております。で、今これは裏側の HDMI の配線をつないでるという状況で、以前ご紹介したオッドキャストでもテレビが見れるよっていう動画を出してるんですが、マックスインの FT44G っていう切れ字チューナー使ってます。まあ、それによってこのような形で HDMI 出力して見ることもできると。で、残念ながら純正オーディオ自体もテレビチューナーついてるんですけれども、この純正オーディオでテレビを出力するっていうことはおそらくできないんだろうと思います。社外でしたらできるんだろうと思うんですけれども、この純正に関してはそれができないので、この組み合わせで使う場合なんでしたら地デジチューナーっていうのを別途使っていただく必要というのがあるんではないかと思います。もしかしたらこのやり方によっては純正の地デジチューナーでも映すということができるかもしれないんですけども、今現状テレビを見る場合っていうのは社外の地デジチューナーを使う必要っていうのが、純正オーディオ社外のフリップダモニターとの組み合わせでしたら別途地デジチューナーっていうのが必要になるということになるかと思います。まずテレビが見れるということになります。で、これスピーカーここについてますので、ここから音声出力をしてテレビを見るということができます。もう一つこちらに HDMI の端子があるっていうお話をしたんですけれども、実はこちらからつないで例えばテレビを見たりする場合っていうのは、ここにスピーカーありますけど音は出ません。なので
こちらのケーブルにつながっている RCA ケーブルの音声出力のケーブルから音声が出るようになってるはずなので、そのケーブルをこちらのオーディオユニットを経由して、社外のスピーカーに音声を出力できるようにしておかないと、ここから Fire TV 等を差し込んで、音声を聞きながら動画を楽しむっていうことがちょっとできないようにはなっております。だから Fire TV を楽しみたいということなのであれば、こちらの HDMI 2の配線につなげば、ここから音声を出して簡易的に、このフリップダウンモニター単体で動画を楽しむということができるようにはなります。この動画が面白かったらグッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしてます。テレビを見る使用例っていうのはご紹介したんですけど、もう一つこちらの最大の特徴っていうのがあります。それは何かと言いますと、このフリップダウンモニター自体にDVD デッキが付いているということになります。そこをご紹介します。で、こちら。ここをあらかじめ選んでおく必要っていうのがあります。はい。そうしますと、このように CD が入るようになります。で、このドライブ自体の音も特にうるさくないですし、騒音等もほとんど気にならない形になるかと思います。で、このように再生したところから、しっかりと、視聴できるようになっているということで、使い勝手も非常によろしくなっております。で、この DVD 自体はちゃんとここから音声が流れるようになっております。で、また RCA のケーブル自体は今回は繋いでないんですけど、それを車両側のオーディオを経由して、スピーカーに出力するっていうこともできるかと思います。で、こちらの方がリモコンになるんですけれども、これで選曲するっていうことが当然可能です。こんな感じで。はい、選曲するっていうことがしっかりとできるということになっております。で、これのね、いいところなんですけど、まず、ここにドライブがあるんで、自分で DVD を選んで動画を視聴するっていうことができるという点になります。で、純正の場合ですと、まあ、ノアボクシーの例でお話をすると、車検証入れのところなんですけど、この上のところにドライブがついておりますので、そこに DVD を入れて、ここでフリップダウンモニターで映し出すっていう方式になっているので、まあ、いちいち運転者、前にいる人間が、この DVD を取り出さなきゃいけないっていう、そういった面倒くささっていうのがあるんですけれども、こちらの仕様になりますと、後ろにドライブがありますので、後ろの人が好きな DVD を選んで、ここに入れれば即座に見れて、またリモコンがついておりますので、リモコンで操作をするということができるので、自分の好み、自分のペースに合わせて視聴ができるという点、そこが非常に使いやすいというところになります。あと、もう一つすごく使いやすい点というのがあって、私、子供、娘がいるんですけれども、今、こういうジブリの動画を今見たりしてるんですけれど、こういった DVD コンテンツって結構著作権が厳しくて Amazon とか Netflix とかでは見れないと思うんです。なのでまあ DVD で見るしかないと。まあもちろん DVD のデータを抽出してメモリーで見るっていうことももちろんできるかもしれないんですけれども、まあ実際は DVD 自体を購入して見るっていう頻度の方が一般的じゃないかなと思うんですが、これ、例えば車を止めた時、まあ先ほど止めた画面でまた再生ができるっていう話はしたんですけれど、まあ、このように。はい。パン屋のシーン、今映ったんですけれども、まあ、こういうふうに途中から見るっていうことはもちろんできるんですけれども、例えば、運転者だけがコンビニに行って、で、子供はとりあえず待ってなさいと。で、その時、車が盗難にあってしまったりする時があると思うんで、一回車の電源、エンジンを切る。まあ、切らないで行く方もいらっしゃるかもしれないんですけど、切らないで行った時に盗難に遭われる可能性っていうのがあったりすると思うので、まあ、エンジンは切った方がいいと思うんで、まあ、エンジン切るシチュエーションがあるとします。はい、このように今エンジン切ったんですけれども、
それでも動画が再生し続けるようにできるということになります。でこれ自体はバッテリー端子とアクセサリー端子ついておりますんで、これ自体で常時このように動画を見るっていうことも可能なわけなんですけれども、私の場合はドライブレコーダーの専用バッテリーっていうのがあって、サブバッテリーっていうのを使ってるんですけれど、それにつなげてます。まあ、そうすることによって特にバッテリー上がり等も気にせず、でエンジンかけた時はサブバッテリーも充電を渡してくれますので、でまたサブバッテリーも B12A というサブバッテリーなんで 153Wh の容量があります。これ一回試したんですけれども、もう電源を入れっぱなしで、これフリップダウンモニターなのでこう閉じちゃいます。そうするだけで DVD も止まってくれるんですけど、待機電流っていうのは流れっぱなしの状態になってます。それでも一晩置いたとしてもバッテリー容量自体は半分ぐらいまでしか減らないということで、待機電力自体も少ないという点があります。なのでこれもそのままつけっぱの状態、待機電源は入れっぱなしの状態でも全然使えるということになります。なのでいちいち車の乗り降りに左右されずに、この DVD っていうのをずっと流し続けるということができるということです。特にもうお子様車の中で待ってた時に何も流れてなかったら、お子さんが小さいバーですと泣いたりする子もいたりすると思うんですけれども、しっかりと映り続けてくれますので、そういった心配もないということで、まあ、補給バッテリーでもできるんですけれども、サブバッテリーをつけることによってバッテリー上がりというのも心配せずに、車が止まってる状態でも安心して動画の方が見ることができるという、そういった使い方もできるということで、非常にこれ使い勝手のいい製品となってます。でまたもう一つこれのいいところは何かと言いますと、こちらです。これドアの連動には今してないんですけれども、これ照明がねついてるんです。でノアボクシーの純正のフリップダウンモニターっていうのは、この照明がねついてないんですよね。でノアボクシーって後ろにしか照明がなくて、後ろと前にしか照明がありません。でフリップダウンモニターをつけたとしても、この真ん中には照明がない仕様になってます。なので1列目と2列目の間っていうのが結構ね暗いんですよね。それを解消してくれるのがこちらのフリップダウンモニターになってまして、これだけ大きな照明、 LED の照明がついてますので、メインのスペースも非常に明るく保つことができるというところが、私自身これを、まあ、今回レビューさせてくれってマックスインの広報の方にお願いをしたんですけれども、この照明がとにかくいいよねっていうことで、まあ、この製品に飛びついたということになります。でまたこれ消すということもできるし、でドアと連動したい場合は一番左に合わせていただければ、ドアの開閉に応じてついたり消したりするっていうことができるようにもなります。またこれオート起動ついてまして、ここを塞ぐと暗くなるはずです。でここをまた開放すると明るくなる。日中はほとんど変わらない状況ではあるんですけど、夜やってみますとここちゃんと作動してるのがお分かりいただけるかと思います。最後に今流行りの AI ボックスを使った時の機能ということでご紹介をしていきたいと思います。HDMI のケーブルを今度は AI ボックス、こちらの AI ボックスなんですけれど、この AI ボックスですね、これを今回使います。これ P3 と中身は同じものなんですけど、これを使います。今電源入れたんですけれども、この状態でこれ一番右のボタンを押します。 ETC カードが挿入されていません。で HDMI2、 さっきテレビを繋いでたところと同じところに合わせます。はい、そうしますとこのように AI ボックスももちろん映し出すということが可能です。これ解像度 1080p なので、 1080p に対応している AI ボックスでしたらしっかりと映し出すということができるようになっているということになります。で後ろで操作した場合はやっぱりこういったエアマウス、こういったものがあると非常に便利です。でこれを使うときっていうのは電源を入れて開けて、そうしますとこのようにカーソルが出現しますので、まあ、カーソルを合わせてあげて、例えば YouTube ミュージックを聴きたければ、はい、まあ、こちらで操作するっていうのも可能です。
もちろん著作権フリーの音楽でいきたいと思うんですけれども、後ろボリューム上げます。後ろも音がちゃんと出てるのはわかると思うんですけれども、このね音声遅延がどうしても出ます。はい、若干こう反響するような音になってると思うんですけれども、まあ音声遅延による影響でこういう風に聞こえるわけなんですけれども、これはもう純正も同じで、後ろ HDMI 出力して音楽を作っていった状態になりますので、どうしても音声遅延というのが出てきます。車外のフリップダウンモニターと純正のフリップダウンモニターとの違いっていうのがありまして、この車外に関してはここから音声が流れるのみで、車載のスピーカー自体は前も後ろも同じタイミングで音が流れます。一方こちらの純正のフリップダウンモニター開いた場合はどうなるかと言いますと、この純正のフリップダウンモニター自体からも音は出るんですけれども、このノアボクシーっていうのは個別再生機能というのがついていて、同じコンテンツの動画を流していたとしても前と後ろっていうのは、先ほど冒頭でご紹介した通りで、前は USB からの出力で、後ろは HDMI からの出力になります。でスピーカーも車載のスピーカーから音が出るようになっておりますので、スピーカー自体の音も前からのスピーカーに対して音声遅延っていうのが出るということなので、純正であっても音声遅延っていうのは発生する。でまたスピーカー自体、車外の場合ですとここからしか出ないんですけども、純正の場合でしたら車載のスピーカーからも音が出るということで、まあ、個別再生機能が使えるということになります。そこが結構違いが大きいところなんではないかなと思います。音声遅延自体も気になるということなのであれば、このフリップダウンモニター自体の音量を切っちゃって、でこの状態で今流している限りですと前も後ろも USB 出力からの音声出力になっておりますので、全くこの状態で音声遅延が発生するっていうことはありませんので、特に個別再生を使用しないという状態なのであれば、この車外のフリップダウンモニターでも、まあ、十分対応するということができると思います。車外で個別再生にしたいなって言った時に、例えば今このディスプレイオーディオの接続を切って、後ろだけで AI ボックスを使えるような今設定にしたんですけれども、そちらをご覧になっていただければと思うんですけれども、はい、このように今前映ってないのがお分かりいただけると思うんですけれども、後ろだけ使うということもできます。 USB ポートを抜いて電源の USB ポートにつないで、後ろだけ HDMI 出力させて AI ボックスを楽しむということもできます。これでしたら音声遅延というのは特に発生しないということになります。もう一度例をご紹介していこうと思うんですけれど、はい、このようにリモコンも使えますん でもう一回著作権フリーの音楽、このリモコンがねちょっと使い慣れるまでに大変なんですけど、はい、このように聞くということができます。ただしこれは私自身は RCA ケーブルを今使ってない状態で、単独でこれ使ってる状態になりますので、この先ほどの DVD とかテレビとかと同じなんですけれども、このフリップダウンモニターの内蔵のスピーカーから音声が出るようになっております。でまたは車外のオーディオで RCA つないで車載スピーカーに音声が出力できるということなのであれば、後ろで視聴する場合でも音声遅延することなく音楽を楽しむということはできるんではないかと思われます。はい、ってことで今回なんですけれども、ちょっと説明が複雑で実際これ使ってみないとわからないかなとは思うんですけれども、まあ、今回はこの MAXWIN の 13.3 インチのフリップダウンモニター FLD1333 で、私これもともとはノーボクシーのフリップダウンモニター純正のものを使ってますので、まあ、それとの比較の観点でこの車外のフリップダウンモニターのいい点、メリットについて、まあ、今回ご紹介をさせていただきました。
なんといってもやはりこの DVD が即座に見れて、もう後ろ任せで DVD が見れるということ、そこが非常にいい点だと思います。で、子供さん自体が特にこう音質にこだわるとか、まだないと思うんですね。大きくなってくるともちろんこう音質にこだわるっていうことも出てくるかもしれないんですけれども、小さいお子さんでしたら特に今のこの内蔵スピーカーでも十分視聴ができるレベルになっておりますし、また何よりも車のエンジンオンオフに依存せずに使用するということができるというところ。そこがとにかくこれ利便性が非常に高いところだなと思いました。で、また、なんと言いましても、まあ、ノアボクシーの限定になってくるかもしれないんですけれども、これ照明がね、ここにノアボクシーの場合は、プリプラモニターをつけてもないので、こういった大きな照明を運転席と2列目の間に設けることができるというところ。そこはね、すごく、このプリプラモニターを購入する上で、非常にいいポイントになっているんではないかなっていうことを今回こちらご使用してみて、皆様にお伝えすることができるかなと思います。はい。ということで、こちらのフリップダウンモニターの詳細なんですけれども、概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。この動画が面白かったら、グッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしてます。